いらっしゃいましたか。宿命があなたをここへ誘ってくれると承知しております。お先生と声一緒じゃんね。これここはアマラの果て、人であった身には魔界と説明すれば良いでしょうか。感じていようとは思いますが、ここにはあまたの強き悪魔が潜んでおります。その神に貶められた者らはここを仮初めの住処とし、再び飛び立つ時を待っているのです。悪魔の力を宿せし少年、今はまだ弱く、アマラの曲がつ日にもただ流されるだけ。ここに来たのは迷い込んだも同然に思えるでしょうが、案ずることはありません。あなたが向かおうとしていた地まで私どもの力で送り届けて差し上げます。さあ東京の地へ戻りなさい。今のあなたがこの地ですべきことは何もありません。嫌な感じだな。そう、今の力弱きあなたに。ふざけんな。ですけれどこれは渡しておきましょう。その食材、ろうそく立てはメノラーと言います。あなたが自分の力の行方に迷うとき、そのメノラーが手がかりを与えてくれることでしょう。では銀座へお送りします。宿命が望むのであればまた会うこともありましょう。何してんのあんたたち。おい、聞こえるか。なんとか銀座には出れたような。途中お前の気配が消えたから心配したんだぜ。アマラ契約の中に飲み込まれたんじゃないかって。まあ無事で何よりだ。これからだが、お前は足を使って氷川を調べてくれ。銀座に手がかりがあるはずだ。もっと強い悪魔が襲ってくるかもしれない。お前ならきっと勝てるさ。適当だもん。戦う力なんかない俺は別の方法で奴を追うよ。氷川を追っていればいずれまた会うこともあるだ。